墜落地点ニューヨーク州の墜落地点、ノースウェスト航空6231便墜落事故は、1974年12月1日に発生した航空事故である。ジョン・カイ・ケネディ国際空港発バッファロー、国際空港業ノースウェストオリエント航空6231便が失速して墜落し、乗員3人全員が死亡した。大気速度計が 着氷によって誤った数値を表示し、パイロットがそれに従って操縦した結果、失速した。着氷は、離陸前に、ピトーカンロボー氷装置を作動させなかったために、起こった。また、事故当日には別のボーイング727が、アメリカ国内で墜落し、乗員乗客92人全員が死亡するという、事故を起こしていた。 事故機のボーイング727から251は1969年に初飛行を行っており3機のプラットホイット 2JT8D-7B を搭載していた機長は約9年間ノースウェイスト航空に勤務しており総飛行時間7500時間のうちボーイング727では2000時間ほど飛行していた副操縦士は ノースウェスト航空に約7年間勤務していた。総飛行時間は4700時間ほどだったが、そのうちの2、3はセカンドオフィサーとしてであった。ボーイング727での飛行時間は1250時間ほどであった。うち46時間ほどがパイロットとしてで、残りの1200時間は航空機関士としてだった。セカンドオフィサーは、 約6年間ノースウェスト航空で勤務しており、航空機関士としてボーイング727で1600時間ほどの飛行経験があった。事故機は、吹雪のためにバッファローで立ち往生していたアメフトチームのボルチモアコルツを運ぶためにチャーターされた機だった。6231便はバッファローへの回送便で、19時14分にジョンカイケネディ国際空港を離陸した。 16000フィート付近を上昇中に速度が増加し始め、副操縦士が異常を察知した。23000フィート付近で待機速度が405ノットになり、速度超過警報が作動した。機長は誤報ではと考えたが、副操縦士は警報を信じた。10秒後に失速警報と共にスティックシェーカーが作動した。パイロットは混乱し、機首を引き上げ、 機体は24,800フィートまで上昇した後に失速しスピン状態に陥った。19,700フィート付近を降下中にパイロットは緊急事態宣言をし操縦不能であることを伝えた。管制官が問題は何かと聞くと失速し12,000フィートを切って降下していると返答した。離陸から12分後の19時26分に 右主翼から地面に激突し墜落した。機体は高度24000フィートからわずか83秒で標高1090フィートの地表に激突した。ピトー管の先端部国家運輸安全委員会は1975年8月13日に最終報告書を提出した。調査官はパイロットが離陸前にピトー管のヒーターを作動させなかったため飛行中に ピトー管が凍結し、誤った速度が大気速度計に表示された。大気速度計が正しいと判断したパイロットたちは、それに基づいて、問題を修正しようとし、機体を失速させた。ボーイング727には、機長席と副操縦士席に一つずつと、FDR 用に一つ、計三つの大気速度計があったが、ほぼ同時に三つとも凍結し、すべて誤った速度を表示した。 NTSB は報告書で事故原因としてパイロットが速度の低下を認識できず迎え角が高くなり失速し回復操作も適切にできなかったため機体の制御を失ったと述べた失速はピトー管の凍結により誤った速度が待機速度計に表示されたためだとした調査官がボイスレコーダーを分析したところパイロットは スティックシェーカーの振動を速度超過により、機体が振動していると思い込んでいたようだった。NTSB は3つの安全勧告を発行した。内容は以下の通り。ありがとうございます。